妖魔との激しい戦いが続く。うわ、妖魔がこんなに。竜の巫女、いざ参ります。清盛は意外だ。妖魔がここで戦っているというのは。敵を捕まえて聞いてみようよ。この辺にいる妖魔は引き上げてやるぜ。やるぞ。おめえ、じゃあ教えてもらうよ。ここに迷い込んだ子はどこ。ふぅ、足は遅かったな。あやつはすでに我らが包囲した。のことを城の仲間に報告せねば。山の上は大場所が固まった。俺を壊したところで無駄よ。北の発表は壊した。そこを道はないぞ。清盛様に献上するのだ。そのように
も瀟洒な建物よ。これもまた異界の風景であろうな。おお、一段と冴えておいでですな。されてしまったのです。でもここに娘さんは。ううん、話は後、今は急いで逃げよう。いい子だね。捕らえられているのだ。運命は我が
心は引き下がろう。強き者どもよ、また会おうぞ。まがまがしい気を持ったものでした。皆さんがいなければ私は敗北したでしょう。とっても強かったよ。こっちこそ助けられちゃったね。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。竜の巫女としての務め全うしました。皆さんありがとうございました。でもここは一体どこ。これで満足する。